見せてもらおうじゃねえか、遠野。お前がどれだけ歌えるか。よし、ライブハウスもいいけど、ずっと外で歌ってたし、やっぱ路上で歌う方がしっくりくるな。それじゃ、思う存分聞かせてあげるよ。今、空気が…技術的にも凄まじいが、それだけじゃない。どうしてここまで突き刺さる。知ってる。いや、感じたことがある。この感覚は、それで勝敗は？俺に聞くのかよ。ちょっと意地悪だったね。でも君たちの歌も悪くなかったよ。にしても、まさか本当に乗ってくるとは思わなかったな。仲間のためもあるだろうけど、それだけラッドウィーケンドに思い入れがあるのかな。そんなのあるに決まってんだろ。俺はあれを見て自分がどう生きたいか分かった。半端な気持ちで何したいのか分からないままぼんやり生きてることが死ぬほどダセーって気づいた。俺に命まで燃やして生きろって思わせてくれたのがラッドウィーケンドだ。俺はあの夜を超えることに人生かけるって決めてんだよ。人生をかけるか、そんなの当たり前じゃない。何？俺は夢のために人生をかけるのなんて当然だと思うよ。っていうか、かけられないならそれは本気じゃないでしょ。ま、これは相棒の受け売りなんだけどね。あの、遠野さん、遠野さんの相棒はどうされたんですか？遠くの町にいるよ。遠くの町？なんで一緒に歌わねえんだ。そいつもラッドウィーケンドを超えたいんじゃねえのか。もう歌えないんだよね、事故で。事故？よくある交通事故だよ。交差点に突っ込んできた車にはねられてさ、一命は取り留めたけど、体のいろんなところに麻痺が残ってね、歌い続けるのが難しくなったんだ。そんな。ラッドウィーケンドを超えるぞってあいつが言い出して、ノリで一緒に練習して、イベントに出て歌って、だんだん、こいつと一緒に夢を叶えられたら最高だろうな、なんて、柄にもなく思うようになったんだけどね。その矢先だった。ま、いろいろあったけどさ。俺は決めたんだ。歌えなくなったあいつの分まで、ラッドウィーケンドを超えるって。相棒が歌えなくなった。それでもこいつは一人でこれだけの歌を。どうしてそんなことまで俺たちに話してくれたんですか？
なんでだろうね。あいつみたいにナットウィーケンド越えを目指してるからかな。実力はまだまだだけど、本気でやろうって思ってるみたいだしね。せっかくだから一つアドバイスしておこうかな。アドバイス？本気でラットウィーケンドを超えたいならもっと力をつけた方がいいと思うよ。お前に言われなくても分かってんだよ、そんなこと。ああ、じゃあ言い方を変えようかな。さっき君の仲間についていろいろ感想を言わせてもらったけどさ、東雲くん、君が一番面白くないんだよね。は？確かに君たちは歌のレベルも高いし、パフォーマンスの勢いもある。いいチームだと思う。だけど、ラットウィーケンドに出ていたミュージシャンは、一人一人が天才的なプレイヤーだった。君も見ていたのなら知ってるだろう。それは。チームでのパフォーマンス力を高めるのはいいことだよ。だけど、俺はそれ以上に個々人の実力が必要だと思ってる。それで言うと、君はどうかな？君の仲間は、荒削りではあるけれど、光るものがある。このまま努力を重ねれば、一流と呼ばれるようなプレイヤーになれるかもしれない。だけどその時、彼らと同じステージに君が立っている姿を、俺は想像できないんだよね。君もそのことは、なんとなく分かってるんじゃない？俺は。待ってください。ラッドウィーケンドを超えるには、まだ実力不足だということは理解しています。しかしそれはアキトだけじゃない。俺も。トウヤ。いい。だがアキト。じゃあ俺はこれで。お互い、頑張ろうね。アキト。くそ。くそ。